シカサポチャンネルが動画をやめる？本当ですか、シカオさん？本当本当、あのアホ兄弟が言ってたの。これで僕たちもチャンネル登録お願いしますって、毎回の挨拶から解放されるよ。僕たちは自由だよ。あー、でもシカオさん、今日4月1日ですよ。え、それエイプリルフールじゃ。シカオさん、そんなに落ち込まないでください。シカオさんに元気になってもらうためにもチャンネル登録お願いします。シカサポチャンネルの兄です。弟です。本日は J1 第5節鹿島アントラーズ対ジュビロ磐田の感想となります。結果1対0で勝ちました。いやー、ちょっと苦しんだ勝利でしたね。いやいや、納得の勝利だよ。っていうか、もう5節か。もう5節です。 J1 これで大体約8分の1が終わりです。じゃあもう本当にエンジンかけねえとまずいじゃん、どこのクラブも。それでは今日の試合の方に行く前に、まずチャブリッチ選手のちゃんとできたんですね。おめでたい。今日も試合中にガンガン歌ってましたね。チャッキーゴー、待望のチャちゃんとですね。ようやくこれでもう本当アントラーズサポーターみんな納得だよね、このちゃんとで。それでは試合の方を振り返っていきたいと思います。まず今日はスタメンが土井選手と知念選手のボランチになりました。うんうん、今週の練習でそれをやってるというのは聞いていたんですけど、いや、それでもびっくりです。樋口選手じゃないんですねっていう話だよね。もちろん佐野海舟選手もでした。去年の鹿島サポーターに来年の公式戦で土井選手と知念選手がボランチやってるぜって言ったら誰も信じねえと思う。土井選手のボランチ起用、いや、僕は小気味いいパスがたまらんかったですよ。能野選手ですね。能野選手、右サイド中心の攻めだなってスタート思ってたんだ。あのね、ボール持ってる時はいいんすよ。うん、俗に言うあのネガティブトランジション、ボール失った時の、そん時はね、土井選手、まあちょっと強度がうんっていうところはありますね。やっぱパートナーの知念選手にも感謝ってことね。知念選手が体の強さ、フィジカルで相手を潰すっていう感じで、土井選手は、まあ、ボランチでも本当どこのポジションでもボールを受ける位置、ポジショニングが良くて、もう味方の動きを助けるポジショニング、今日は光ってました。だからボール持ってる時は良かったんですよ。特に6分の一連のパス回し、うんうん、いやー、美しかったですね。本当これが流れるような、本当ブラーボだよね。チャブリッチ選手惜しかったです。もうこのシーンは本当最後はフィニッシュだけでした。完全に美しく崩してました。逆にピンチもやっぱりありましたね。10分のシーンです。ジャーメイン選手、岩田目線で言ったら決めないと、鹿島じゃスタメインになれないよ。以上、今弟は調子が悪いのです。具合が悪い中で撮ってるんですが、むしろ僕はジャーメイン選手今ほんと調子いいんだなって思いました。あー、なるほどね。あのヘディング1個見てもうまいとこいいとこ飛んでるわって思ったよ。確かに、それは確かにか。そんでこのあと15分前後ぐらいからだんだんジュビロ磐田に押し込まれるシーンが、まあ、いくつか増えてきたんですよね。特にペイショット選手が厄介で、ここでねすごくボール収まるんですよ。本当はここでもうちょいカットしたかったんです、ボール収めさせないように。この時間帯で目を引いたのは19分、関川選手のナイスサイドチェンジ、スピードがあって、あれ良かったよね。本当、もちろんね、上田選手もだけど、この選手も忘れてもらっちゃ困る。で、藤井選手得意のドリブル持ち込み、これまた知念選手のフィニッシュをお膳立てだよね。やっぱ攻撃の質だんだん良くなってきてる気がします。間違いないね。これがポポビッチ監督だね。まあそれでも、うん、同じポポビッチ監督でも開幕の頃より今の頃の方が良くなってる気がします。これがもうチームの成長ですね。このシーンで本当成長っていう言葉を感じたのが能野選手ですね。能野選手の前の引き出し、あのランを右サイドバックがやってくれる選手がうちにも来てくれた。おかげで藤井選手のとこががっぽり空いたわけか。いや、この2-1の形さながら、こういうデザインされた攻撃をもうどんどん見せてほしいと思います。まあでもこの時間帯20分過ぎから30分近くまでは基本的に鹿島の攻撃はカウンター気味で、ボール持ってんのは岩田側だったんですよ。だから空気はまあなんかモヤモヤすると言いますか、ボール持ちてえなってところだったんで、そんな岩田の時間帯を切り裂いてくれたのがチャブリッチ選手の単独突破。あれはやばいっす。28分のチャブリッチ選手の単独突破、もう用意どんでいけんだもん、一人であれができんだぜ。やっぱこの選手すげえっす。今日何回も言うと思うけど、やっぱこの選手すげえっす。あれで一人で抜けるんだったらほんと苦労はしないっていうやつです。めちゃくちゃ頼りになります、チャブリッチ選手。そんでそのコーナーから PK になったわけですけど、まあやっぱあれは確かに PK でしょう。岩田のディフェンダー誰だっけ、いや、あんなに手は上げない方がいいのではないでしょうか。松原選手、近年のフットボールではもうこの判定納得ですよね。左手に当たっちゃったのがね、右手の肩だけだったらまだしも、そりゃあれは PK ですわ。ありがたくいただきます、 PK。 そんで PK のシーンです。思いっきりチャブリッチコールやってましたね、コール。僕もチャブリッチ選手が蹴るもんだと思ってました。でも蹴ったのはユーマ選手です。ご本人曰く PK は苦手とインタビューでおっしゃってましたが、あのコースよう蹴ってくれましたわ。本当ど真ん中
か、キーパーを動かすテクと心理ですね。これ次 PK 得る機会があったらどうすんだろう。一回チャブリッチ選手の PK も見てみたいんですよね。どんな感じのボール蹴んの。もうえぐいスピードのゴロをぜひ見てみたいと思います。このゴールでまガラッと流れが変わったってわけではないんですけど、それでもボールは結構持てるようになったんですよ。先制点大事だよね、ほんと。で37分のチャブリッチ選手と安西選手の左サイドの突破の連携、あれはやばいわ。安西選手がトップスピードで抜けてくとこも最高でした。まさに左の弾丸安西光輝。ああいうプレーもあるんだね、チャブリッチ選手。こういうテクイところもあるんだよね。一人でもいける、ユニット組んでもいける。ほんとチャブリッチ選手は何でもできますわ。そうだ、あと一個、前半の終了間際ぐらいに鈴木優真選手惜しいのありましたよね。裏から土井選手が出したパスをそのままボレーで打ったやつです。アントラーズサポーターとしてはね、土井選手のアシストで優真が決めるっていうのはもう見たい見たい見たい。いやでもあれは難しいと言いますか、あの裏から来るボールを正確にシュートできるのはパッと出てくるのは野沢選手ぐらいしか思いつきません。ここら辺の流れ、まあ、どれか一つはゴール決めたかったんですよね。惜しいのは何個もありました。ゴールの質といい、ほんと決まってれば勝負ありになったかもね、この時間帯でね。今度は後半です。藤井選手が下がって松村選手が入りました。どうもポポビッチ監督は今日の藤井選手にはかなり納得がいってなかったみたいです。悪くなかったと思うけどね。ポポビッチ監督的にはもっとチャレンジの姿勢を見せないと帰れよっていうことだったんだと思います。松村選手もプレー時間が伸びたことはウェルカムだけどね。藤井選手気を落とさないでください。水曜日の福岡戦も見越してだと僕たちは思ってます。そんで後半なんですけど、これもね、始まってすぐはやっぱりまた岩田ペースだったんですよ。ただ松村選手が入ってから前がかりになった岩田の裏をつけるようになった。で一回惜しいのありましたね、鈴木優真選手がほーら松村走ってこいみたいなパス出したとかあったと思います。あともう一個、松村選手が左サイドのコーナー付近で入れ替わったやつ、あれぶっちゃけ出てたような気はするんですが、まあ松村選手のナイス判断です。松村の1ミリだよ、松村の1ミリ。あと後半もチャブリッチ選手無双と言いますか、チャブリッチ選手が左サイド駆け上がって安西選手とパス交換で、安西選手にもう一回パス出すんですけど、すっごいきつめのパス出したじゃないですか。64分だったかな、世界基準のパスね。多分あれチャブリッチ選手自身だったら追いつけるパスなんだと思います。であれくらいギリギリのところが確かに世界基準のパスなのかもしれません。あれが通るようじゃないと世界では通用しない的なあれです。見てる俺らにはちょっときついか、いやでも追いついてくれっていう、そのほんと絶妙な、どっちの選手の気持ちもわかるよね。まあ現状あれに追いつけるのはチャブリッチ選手だけのような気はします。多分 1-2 を争うぐらいにチャブリッチ選手も足速いと思うんですよね。藤井選手、松村選手に続いてまた一人スピードスターが。逆にこの時間帯ちょっとね、中盤で落ち着かせる選手欲しいなと思ってたんですけど、今日はベンチにもそういう選手があんまりいなかったんですよ。ボランチがそもそも本職の選手がやってないような状況なので、いやー俺の目線で言ったらそこはパレジ選手でした。パレジ選手やっぱいい選手だよ、プレーに説得力がある。パレジ選手、遠藤康選手みたいに時間と空間を使ってこううまく周りを動かしてくれるんですよ。パレジ選手がスタメンでもいいなとも思うんですが、まあ勝ってる時はいじるなというやつがありますしね。パレジ選手中心も本当ありだよね、あり。まあでも今のところはやっぱ途中出場の方が効くといえば効くんですよね。途中から出てくる方が相手チームにとっては嫌だと思います。ゴールも欲しいよね、ゴール欲しい。試合終盤はボールはこっちが握ってることもあるんですけど、時々岩田にも怖いシーンがありまして、でチャンスの質自体は岩田の方がいいんですよ。最後の方はかなり薄氷の勝利と言いますか、早川選手のビッグセーブがなかったらかなり危なかったと思います。それも一つや二つじゃないんです。ビッグセーブもそうだし、判断だね、見切り、あとはブロックするかキャッチングするか。追加点が取れれば楽な試合だったんですけどね。できれば早めに追加点を入れて、今週はミッドウィークにも試合がありますんで、早めに鈴木優真選手やチャブリッチ選手をもうあと10分15分早く変えたかった。水曜日のことも考えればもうちょい早く変えたかったんですよ。ただある意味岩田戦らしいと言いますか、ジュビロ岩田ってそんな簡単に勝てる相手じゃないじゃないですか。特に二強時代の頃はそうでした。今日の試合は古川選手、あの選手もまた厄介な選手でした。名前覚えさせていただきます。一回えぐいドリブルで切り込んできたのあったっけ。じゃあ今日のまとめです。今日の MVP はもう今日こそ兄さんと一緒になると思います。チャブリッチ選手でしょ。今日はもうチャブリッチ選手です。よかった、そうだよね、そうだよね。もうほんと一人世界基準の選手がいるかのようだったよ。早川選手にもかなり助けられましたが、今日はチャブリッチ選手が本当勝利の原動力となってくれたと思います。あ、もちろん鈴木優真選手もゴールを決めてくれてありがとうございます。やっぱりちゃんとができると違うね。ただこの世界基準に慣れちゃうのが怖いね。チャ
ブリッチ選手がチームを離れた時、ああ考えたくない。もうね、今からそれが怖いなと今日の試合見て思いました。あと上田選手が当たり前のようにすごすぎる。多分ペイショット選手とあそこまで空中戦渡り合える日本人ディフェンスってそんなにいないと思います。俺は空中戦の強さよりも精度の高いボール、マジモンの武器だよ。鬼に金棒。今年の上田選手のロングフィード、すげー質が良くなりました。もう明らかにもう目に見えて変わりました。今日は鈴木馬選手も試合後のインタビューで言ってたように、しょっぱい試合といえばしょっぱい試合だったんですよ。でも勝った、これが超重要で、まだ我々鹿島アントラーズは新監督になってこれで5試合目です。まだまだこれから成長するチームです。今やってることが正しいんだと信じるために、チームが正しい方向へ進んでいると信じるために、結果が最重要。鈴木優馬選手はね、しょっぱい試合と言ってましたけど、僕は中身のある甘じょっぱい試合だったと思います。それはいいことなのですか？いいことでしょう。昨年の苦い経験が血となり肉となり、開幕戦以来の無失点だよ。ここまで5試合3失点、まあ複数失点はないんですよね。しても1失点ということで、去年までの守備もまずまず継続されているということで、とてもいいことです。今日の試合勝ったことで、やっぱ改めて内容の悪かったセレッソ大阪戦のドローも大事になってきたんじゃないかなって思ってます。セレッソ今日も勝ってるから。あら、それでは次の試合もアントラーズを応援していこうと思います。今度はミッドウィーク水曜日のアウェー福岡ですからね。現地観戦される方頑張ってください。僕らまたダゾーンになりそうです。鹿尾さん、鹿サポチャンネルのコメントにお返事してるんですね。うん、いつもメッセージありがとうございます。あ、また新しく一件来ましたよ。何、鹿サポチャンネルは他の配信者のパクリばかりです。もっとオリジナルはないのでしょうか。かしこかしこまりました。かしこまりました。勢いで乗り切ろうとしないでください。吉川さん、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃここから先はピッチの外の話です。今回は鹿島の集客戦略の話やっていきたいと思います。まず大前提として、最大の集客戦略はチームの勝利です。ここはもう絶対揺るぎません。特に鹿島は他クラブよりも勝つことが集客につながる、勝つことが求められるのですが、そうは言っても勝敗は水物なので、そこにばかり頼るわけにはいかないんですよ。まあそんなわけで、イベントごとも集客のためにはやっぱり必要なわけです。はい、まず今年のことを話す前に、比較対象として去年の開幕戦のことを話すんですけど、去年は開幕戦1試合に集中して、とにかくこの1試合で観客を集めるぞ、もう1回鹿島に来てもらうぞ、生観戦してもらうぞっていう感じだったんですよ。そのためにイーストゾーンやウエストゾーン1000円開放というのもやりました。相手が川崎さんだね。試合終盤に逆転負けしたあの試合ですが、まあ今そのことは置いときましょう。この間勝ちましたしね。以前はよく鹿島に見に来ていたんだけど、コロスケ以降ご無沙汰になっていたという方のためにこういう施策を打たれたんだと思います。とにかく一度鹿島に戻ってきてもらう、ここが最重要でした。でやっぱスタジアムって楽しいよな、また来ようよってね。で去年2023年この企画を立てたのって、おそらく2022年秋からまあ年末2023年の頭くらいだったと思うんですよ。この時期はまだコロスケがどうなるかが不透明で、もしかしたらもう一度ぶり返すかもしれないという肌感が世の中にありました。だから開幕戦に来てもらうために強烈なきっかけ作りが必要でした。でこっからが本題の今年の話なんですけど、まず2023年末から2024年頭の空気、この頃はもうほぼほぼコロスケは乗り切ったかなという空気感になってきたじゃないですか、世間的に。なので鹿島事業部としても、去年ほど開幕戦1試合だけに集中する必要はないというふうに踏んだと思うんですよね。去年来てくれた人が今年も来てくれる、というか今年の課題としては、開幕戦1試合だけ来てもらうんじゃなくて、継続的に来てもらうこと、あとは新しいサポーターを。でうまくできてんなと思ったのが、まずは開幕戦って今年はもうそれだけである程度集客できるなと踏んだんだと思うんですよ。開幕戦っていう特別感と小学生以下無料、この2つで集客をすると。しかし開幕戦だけ来てもらって、ああもういいや、今回見たからもう満足ってなってしまわないように、2試合目に1000円以下、ホームゲームの2試合目、この間の川崎戦をイーストゾーンウエストゾーンを1000円にしました。開幕戦だからっていうことで来てみたけど、まあお金もかかるししばらくいいかな。何？2試合目は1000円。ほう、まあ1000円ならねって、まあなるよね、なるなる。子供のチケット代はタダだし、親のチケ代も1000円でいいなら、まあ子供も喜んでるし、ほう、うん、
で、ここで重要なのは1試合目を1000円にしちゃダメなんです。これをやっちゃうと1000円で見るというのが当たり前になっちゃって、通常料金だと来てもらえなくなります。んだよ高えなーってなんのはちょっとね、クラブとしても痛いよね。1000円じゃねえの、じゃあ行かねえわ、こうなる恐れがあるので2試合目をやりました。まず最初の1試合目は正規の料金で入ってもらう必要がどうしてもありました。正規の金額に慣れてもらうためです。ここは絶対に必要でした。そんで次は3試合目です。この間の川崎戦は1000円で見れたからいいけど、次からまた通常料金に戻っちゃうんでしょ。そうしたら高いよね。何、相手が岩田、ほうね、これはなんでほうしたんですか。ここはその岩田っていうところがすごく重要で、あのちょっと昔の話をしますよ。鹿島と岩田って二強時代あったじゃないですか。で今主に30代から40代の方は印象に深いと思うんですけど、その小学生年代の親世代が主にこの年代なわけで、その頃鹿島と岩田って特別感あったじゃないですか。その親世代が子供の頃、この絶妙に行ってみたくなる岩田っていうのが良かったんですよ。これ鹿島側が希望したのか J リーグ側が割り振ってきたのかはわからないんですけど、まあ、多分クラシック3みたいな企画、岩田とヴェルディとマリノスのクラシック3みたいな企画をやるぐらいだから、多分鹿島側である程度要請出したんだと思います。まとめると、最初開幕戦は開幕戦だし小学生無料、子供タダで見れるし、じゃあ行ってみるか、うん、で2試合目は1000円で見れるし、ほう、じゃあ行ってみるか、うんうんうん、で3試合目は岩田、あー岩田か、懐かしいな、じゃあ行ってみるか、で3試合もうコンプリートだね。じゃあ4試合目は、うん、特に何も考えてねえから、何も思いつかねえわ、京都だと別に因縁とかねえし。まあ3試合来てくれる方は4試合目も来てくれるということで、うん、この3試合、最初のホームゲーム3試合で試合を生観戦するという習慣を身につけてもらうのではと、そのように受け取りました。俺子供とかいねえけど一人で見に来てるんだけどという方は、いつもありがとうございます、これからもアントラーズの応援よろしくお願いします。まあ中には鹿島対岩田が微妙に刺さらない人もいるでしょうから、うん、そういった方はもうちょっと前の年代の鹿島対ヴェルディクラシック3にここも入ってます。それから鹿島対マリノス、まあ、この試合は国立開催という要素もありまして、また別な機会で詳しく話そうと思います。このクラシック3を立て続けにやらないというのもミソで、まあ、ぶっちゃけ3試合も連続でこの手の企画やると飽きるんだろうなということで、間にグルメフェスとか挟んでるのもうまいことやってるなと思いました。あとそれいくと湘南ベルマーレ、ゴールデンウィークのホームゲームのカードが湘南ベルマーレっていうのもね、まあ、うまいといえばうまいと言いますか、あの客観的なデータに基づいて言いますとですね、去年のホームゲームで湘南ベルマーレ戦って確かワースト1人ぐらいの観客動員数だったんですよ。なのでそれをホームゲームでゴールデンウィークにぶつけるのは、ゴールデンウィークってもうそれだけである程度集客できるじゃないですか。まあこれもある意味年間を通して集客をするという意味では戦略ですね。僕が気になったのは、例年のスケジュールだったら8月に行われることが多かった夏祭り、今年は浦和戦か、なんかもったいねえなーってちょっと思ってたんですよ。浦和戦っていつだっけ。8月の3週目かなって思うけど、夏祭りで他のゲームより子供たちがたくさん来てくれる見込みの日に浦和戦、おい、トラブル起きねえだろうな、頼むぞ、まあ、殺伐なね雰囲気空気感はちょっと避けましょう。今年は7月、相手は FC 東京さん、浦和さんに負けず劣らず、これまたサポーターがね大勢いらっしゃることでしょう。ぜひとも大食いサポーターの皆さん、うちのグルメを味わってってください。あれだっけ、確か FC 東京のサポーターって相手のスタグルを食らい尽くすみたいなことで有名なんだっけ。大食いイナゴですね。ともう一点、例年だったら1回しかなかった肉ショックなどのグルメフェスが今年は3回、やっぱ何のかんの言っても食だよね、食。あ、そっか、今年はあのイベント3回やんのね。いやスタグルは大きな楽しみですからね。メロン丸ごとクリームソーダとか、あれ結構映像映えするんですよ。本当は魚を生のまんま出せれば、鹿島は海の近くなので美味しいものもっと出せるんですけど、これ確か J リーグの規約でダメなんですよね。なのでつみれ汁とかしらす丼とかはあるんですけど、残念ながら刺身、生魚、寿司とかも出せないんですよね。その辺が出せれば鹿島もっと美味しいものあるんですよ。マグロ解体ショー復活してほしいイベントです。グルメ企画が3回になったことで、当然行けなかった方、何らかの理由でねが行きやすくなるわけじゃない。逆に3回コンプリートできる人は難しくなっけど、あーなかなかですね。もっと言うと季節によってね、いろいろ美味しいものも変わると思うんで、3ヶ月1ヶ月またぎで続くんで、ここはね変えたらもっともっと良かったんじゃないかなって思います。うん、秋になったら栗が美味しいよとか、そういうこと。さつまいももありますしね。で夏の時期は夏の時期でメロンだよねやっぱり。うん、なんかね、秋になっちゃうとシーズンが終盤になってくるので、なんかいやスタグルは食べるんですけど、スタグルフェスで盛り上がろうっていう空気感じゃなくなるんですよね。
ガチのもう真剣勝負に なるので本格的な優勝争いですね。そんなわけで今年も僕らもなるべくたくさんのホームゲームに、まあ、行けるときはですが行きたいと思います。京都戦はキッズデー、本格的に小学生以下無料が光るときだね。あ、そうか、京都戦はそれがあったっけな。あ、なるほどなるほど。4月になってあったかくなってきたんで新生活をぜひアントラーズと共にお願いします。それでは今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、アントラーズファミリー、タサポの方からのメッセージもよろしくお願いします。シカオくんへのメッセージも何かありましたらよろしくお願いします。兄は X、旧 Twitter もやってますんで概要欄にリンク貼っときます。よろしければそちらも一つフォローお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次も勝ちましょう。どんどん勝っていきましょう。しかし勝った時の収録は楽だね兄さん。それな。